ちは。名古屋の毎日をかえるツイッターアカウント、おいなごちゃんです。さて、もしかしたらもう知っている人もいるかもしれないんだけど、ついにこの秘密を明かす時が来たよね。自己紹介動画の時からいつも私がいるこの部屋、なんと私の部屋じゃないんです。びっくりした。自分の部屋みたいに馴染んでるからなかなか外に出られずにいたんだけど、ここは名古屋城本丸御殿っていう場所で、歴史とかにあんまり詳しくない人、まあ私もそうなんだけど、本丸御殿などをはじめとする史跡を巡るときって、ある程度予備知識がないとただ見て終わりになっちゃって面白くないと思うんだ。だから今回はあんまり歴史に詳しくない人もなんとなく本丸御殿がわかるように解説したいと思います。まず名古屋城ってみんな存在は知ってると思うんだけど、徳川家康さんが建てた尾張徳川家のお城なんだ。で、本丸御殿はお城を建てるときにね、徳川義直さんの住む場所として一緒に作られた豪華なお家なんだ。結局義直さんは5年くらいしか住まなかったらしいんだけど、その後は江戸の将軍が京都に行くときに泊まる場所として使われていたんだって。京都に行くことを上洛って言うんだけど、三代将軍徳川家光さんの上洛の時には豪華な上洛殿が増築されたんだ。ここまでは時代劇の中みたいなお話なんだけど、その後ね、この本丸御殿は名古屋城の天守閣とともに城郭としての初めての国宝に指定されるんだ。ただその後の戦争で焼けちゃって、2018年に待望の復元がなされた特別史跡、それが名古屋城本丸御殿なんだよ。2019年現在は名古屋城天守には入場できないけど、この本丸御殿、入場できた頃の天守と比べてもかなりすごいんです。他のこういう史跡って復元しようと思ってもなかなか資料が残っていなかったりするんだけど、この本丸御殿は圧倒的にいろんな資料が残っていたから、こんな感じで当時の姿を襖の絵なども含めてほぼ完全な姿で復元できているんだって。そして主にヒノキとかが使われているんだけど、建物の中の香りがね、すごくいいんです。動画では伝えられないからぜひ見に来てほしい。どのお部屋も江戸時代の先端技術を注いだ金星城郭御殿の最高傑作と謳われた飾りや絵などが再現されているんだけど、襖とかの絵ってね、ほら偉い人たちは狙われたりするからずっと部屋の中にいなきゃいけなかったりするじゃない。だからそれでも寂しくないように故郷に近い風景だったり、そういう絵が描かれていることが多いんだって。そういうのを知ってるだけでもちょっと見学する時の目線が変わるよね。で、注目してほしいのがこのお風呂。お風呂って言っても湯船があるタイプじゃなくて蒸し風呂みたいな感じなんだけど、当時お風呂があるのってすごかったんだよ。住居として使われていた時はまだお風呂はなかったらしくて、お風呂好きな三代将軍が京都に行くよっていう時に増築してわざわざ作ったお風呂らしいんだけど、この御殿、行きは泊まったらしいんだけど帰りは泊まらずに帰ったらしくて、次に使われたのは200年くらい経ってからなんだって。将軍のために作った建物なのに2回しか将軍が使ってない建物、すごく豪華じゃない？私が動画で使ってる方が多いよ。ちなみに明治以降には皇族の方々が何度も名古屋離宮として泊まったりしたらしいよ。作られてから何百年も経ってからまだ宿泊施設としての機能を果たせてたって考えるとすごいよね。なんて歴史的背景をちょっと知った上で
じっくりと実物を見に名古屋城本丸御殿に足を運んでみてほしいなっていう動画でした。建物の中には各部屋の詳しい説明が書かれた案内板もあるから、ゆっくり見学して当時の本丸御殿の姿に思いを重ねてみてね。あ、そうそう、ちなみに入城できた頃の名古屋城天守内部の様子を記録した動画も動画の概要欄からアクセスできるから、よければチェックしてみてください。今日はここまで。またツイッターの世界で会おうね。おいでよ名古屋のツイッター、インスタグラム、ウェブサイトは動画の概要欄からアクセスしてね。